すいぶんひどい方ね、あの方。今度来たらそう言ってやるわ。あなた、二人の奥さんをお持ちになるおつもりですか？およしなさいよ、そんなこと言うの。私がおしゃべりしたっていうことがわかるじゃないの。あら、どうして泣くの？今から泣いてちゃダメよ。今泣いたあなたが後で笑う番になるかもしれないけれど、私はどんなことがあっても泣かないつもりよ。それだからって男の思う通りにさせとくのは嫌だわ。これがね、他のことならまああなたに譲ってということもあるかもしれないけれど、このことだけはね。そうでしょ。だから今のうちに二人で相談しときましょうよ。あなたはどうしても思い切れない。あなたはどうなの？そうね、何か運命的な支配を受けなくちゃね。私がもしお願いしたら？そんなら私もお願いするばかりだわ。困るわね。まだ困らなくったっていいわ。あの方は今一体どっちの方を余計好きなのかしら。それが知りたいわね。そりゃあなたの方よ。決まってるわ。それが決まってるんなら文句はないよね。でも聞いてみなけりゃどうだかわからないわ。それご覧なさい。それじゃあ私たちはどっちの方があの方を余計思ってるかしら。あなたと私と。ええ。